皆さんこんにちは。今回の動画も前回に引き続き私矢田が担当します。皆さんは図書館に対してどのようなイメージを持っていますか？たくさん本が置いてある、静かに読書をする、本を借りて帰る、どれも正しいのですが、情報収集の場としてうまく活用できているでしょうか？前回の動画では皆さんが接するメディア、情報源には様々なものがあり、それぞれの特性に合った使い方、情報の探し方が重要であると言いました。今回は図書館が提供する資料について、その情報の探し方をご紹介していきます。今回のポイントはこれ、図書館は本だけじゃないです。図書館には様々な資料があります。本、図書、新聞、雑誌、オンラインデータベース、インターネット、例えば Google での検索と比べると時間がかかって面倒くさい、そんな風なイメージがあるかもしれません。でもその資料ごとの使い方のコツを知っていれば効率的に探すことができます。今回は図書館が提供するこの4つのメディア、情報源について、地域課題研究に役立つポイントを紹介していきましょう。ではまず本、図書の探し方についてです。図書館に置いてある資料は決まったルールに沿って並べられています。日本の多くの図書館が採用しているルールが日本実信分類法 NDC です。例えば経済に関する本、第一軸文には哲学や歴史、社会科学、自然科学といった言葉が並びますが、経済は3の社会科学に含まれます。第二軸文では31政治、32法律に続く33のところに経済があります。さらに経済という分類の中でも内容に応じてさらに細かく分かれていきます。このように本の内容ごとに分類されているので、本棚に本が並んだときに同じテーマの本が一箇所に集まります。この分類番号は本の背表紙のシールに書いてあります。図書館にどんな本が所蔵されているかはインターネットでも調べることができます。これは OPAC、 オンラインパブリックアクセスカタログと呼ばれ、多くの図書館がインターネットで公開しています。 OPAC では本のタイトルや著者名、出版社をキーワードにして探します。本の中身、つまり本文を検索するわけではないので注意しましょう。でも何かを調べたいのに知っていることが少なすぎてキーワードすら思い浮かばない、そんなこともありますよね。テーマに関する知識や情報が不足している場合、そのヒントをくれるのが辞典や辞書、統計資料などの参考図書です。分厚い辞典類は知りたいことが決まってから使う、そんなイメージがあるかもしれません。でも辞典には基本的な解説のほか、別の呼び名や関連用語などの情報もあり、 OPAC やインターネットでキーワード検索する場合にもとても参考になります。ちょっと意外な使い方かもしれませんね。図書館には百科事典だけでなく、環境や経済など専門分野別の参考図書もあります。ぜひ活用してください。また大学の図書館ではオンラインデータベースを使って辞典の記事を検索することもできますよ。新聞は比較的速報性が高いメディアです。また限られた紙面に載せるため、一般的にインターネットより情報が整理されています。ただし注意点として、同じテーマや事件等を扱っていても着眼点や解釈が異なることも多く、複数の新聞を読み比べることも重要です。また図書館では記事をキーワードや日付から検索できるオンラインデータベースが利用できる場合がありますし、分野ごとの新聞記事をスクラップした切り抜き速報なども活用するとより効率的です。最新の研究成果の多くは学術雑誌に論文として掲載されます。論文として収録されるには、何人もの専門家のチェックや著者による修正などを経る必要があることがほとんどなので、学術雑誌に掲載されている論文は信頼性の高い情報といえます。多くの専門分野の研究者やそれを学ぶ学生がいる大学の図書館にとって、学術雑誌はとても重要な資料です。さて、学術雑誌に載った論文と聞くと
ハードルが上がってしまうかもしれませんが、安心してください。探すのはとっても簡単です。論文を探すには、インターネット上のデータベース、例えば国内の雑誌論文であれば、サイニーアーティクルズなどが便利です。キーワードや著者名などを入力するだけで、関連する論文を探すことができます。ただ、やはり専門的な学術論文となると、読みこなすには専門的知識が必要となり、読むのにも時間がかかります。そんな時にまず目を通してほしいのが、小6、アブストラクトです。小6とは、論文を要約したもので、論文の先頭、もしくは最後に数行程度でコンパクトにまとめられている場合があります。ここを読んでから自分が必要とする情報が含まれていそうか判断するのも一つの方法です。論文の良い点はもう一つあります。最後に引用文献、参考文献が載っていることです。引用文献や参考文献は、その論文の作者がどんな情報を参考にして研究を進めたのか知ることのできる重要な情報源です。一つ必要な論文を見つけることができると、芋づる式にたくさんの情報を手に入れることができますよ。地域の課題を研究する際には、都道府県や市町村といった行政機関が出している報告書、統計資料、広報誌なども参考になります。皆さんが住んでいる地域の図書館では、行政機関の資料も含め、地域に関するさまざまな資料を重点的に集めて来館者に提供しています。地域の資料は地域の図書館で探すというのが王道と言えるかもしれません。一方で、近年はインターネット上でも多くの地域情報を入手することができるようになってきました。行政機関の発行する資料についてもホームページで公開されることが多くなっています。でも、それらを個別に見ていくと意外と時間がかかります。そこでご紹介するのが島根大学独自のオンラインデータベースです。一つ目は島根大学の図書館が運営しているオンラインデータベース、島根地域資料リポジトリ、ゴーグラです。島根県内の行政機関が発行した報告書や広報資料など、さまざまな情報を調べるときに役立ちます。また、同じく島根大学が公開している地域情報アーカイブ、アゴラボでも、島根に関わるイベントやさまざまなトピックを探すことができます。あなたと同じ課題意識を持った人を探すのにも役立つかもしれません。これまで図書館が提供するさまざまな資料について便利な使い方をご紹介してきました。でも実際に自分一人でやり始めるとメディアの選び方や検索の仕方など戸惑うことは多いはずです。目当ての情報がなかなか見つからない。そんな時にはぜひ図書館のスタッフに相談をしてください。地域の図書館か大学の図書館かにかかわらず、情報探しのお手伝いは図書館の基本的なサービスの一つです。効果的な情報収集を行うため、またより良い地域課題研究を行うために、図書館を上手に活用してください。皆さんのご利用をお待ちしています。